on the ice, representing Japan, Aki Sawada.おまじないがあるんですね。そうなんですよ、ね、あのポンとおでこを叩くのはおまじないなんですけど、先生が叩きすぎると後で見ても赤くなってるとか大変ですね。世界ジュニア2年連続2回目の出場です。3位でした。今年はショートプログラムでは8位です。選手でした。2回転倒がありましたので、はい、マイナス8は減点されちゃうわけですから大きいですよ。そうですね、うん、それも確実にされてしまいますもんね。そうですね、うん、あのなんか本来のアキ、はい、ちゃんとか、はい、それから北村明子ちゃんの良さというのが、はい、こうなんか出てないと思いません、うん、そうですね。とても二人ともいい選手なんですよね。そうですよ、ところどころでは本当にいいところ見られるんですけど、うん、その
3分半の演技の中で、あの世界ジュニアで、まあ、パーフェクトでいかないまでもそのらしさっていうんですか、はい、そういうのがなんかちょっと欠けてるかなって思うんですけどね。なんか実力を出し切らなくてもったいない、うん、そうですね、この選手は明るい選手なんだそうですね。そうですね、あのそしてまたあの京都の選手ですから、はい、あの非常になんていうんですかね、あの、まあ、我慢強いというかなんて、そういう言い方をしたらないでしょうけど、やっぱり粘り強いです。うーん、あの京都の良さがあるという、はい、なるほどね、で浜田先生のところ の、 あの弟子さんっていうか、はい、生徒さんたちはあの皆さん礼儀正しいですしね、はい、きちっとしつけられているので、The score is please for Aki Sawada from Japan。 あ、そうですか、はい、The technical score 41.70 得点が出ます。 The program performance score 41.70 そしてファイブコンポーネンツです。こちらは5点台が並んでいます。 82.72The total overall score 130.49. フリースケートの 82.72 です。そしてトータルで 130.49、 ここまで滑った中での第2位です。